大阪府立大正高等学校は、かつて、大阪府大阪市、大正区に存在した公立の高等学校。1978年に、全日制普通科高等学校として創立した。2004年度より普通科総合選択制に、改変された。1年時には共通履修科目中心に、基礎学力を身につけ、2年時より、エリア指定科目や自由選択科目を選択する。 美術創造、分離総合、情報表現、生活健康、国際理解の5つのエリアを用意していた。2018年度より大阪府立伊豆高等学校と統合する形で、新設校大阪府立大正白寮高等学校が開校した。これに伴い2018年度以降の生徒募集を停止し、最終学年が卒業した2020年3月に閉校となった。 交渉は、大阪府省の菱形の中に、大象という校名を直線的なデザインで力強く表現したものである。大の字の矢印は若い人の向上への限りなき、前進を意味している。1970年代当時、高校生の急増期にあたり高校増設など、高校教育拡充が求められていたもで、大阪市内西部の5区の中学校、PTA 関係者が連携して、 公立高校の新設運動を行っていた。このことを受け、大正区への新設高校の設置が決まった。1977年6月9日に、大正区伊豆尾7丁目の敷地で建設工事が始まり、1978年2月28日に、竣工した。1978年1月1日付で大阪府条例により、 大阪府立大正高等学校が設置された。設置当初の専任職員は校長、教頭、事務長の3人で大阪府立伊豆大高等学校の一室を借りて設置準備室の業務を行った。校舎竣工を経て新校舎での入学試験などの業務を行い、1978年4月に第1期生を迎えて全日制普通科高等学校として開校した。 2000年度より教養、情報、美術の各コースを設置した。コース性を発展させる形で2004年度入学生より普通科総合選択制に改変されている。大阪府教育委員会は2002年8月26日に大阪府立高校の特色づくり再編整備計画平成14年度実施対象校を公表し、 対象高等学校を普通科総合選択制に改変することを打ち出した。少人数授業やティームティーチングの実施で基礎学力の充実を図る学習指導を行っていたことやきめ細やかな生徒指導に力を入れていたこと、体験的学習の重視や構成性など特色ある取り組みを行っていたことが改変対象校として選定された理由となった。 大阪府教育委員会の方針を受け、2002年11月27日に対象新高校整備、プロジェクトチームが発足し、普通科総合選択制移行の検討を進めた。プロジェクトチームは2003年6月25日に報告書を出し、翌2004年度より普通科総合選択制に移行した。2016年11月18日、大阪府教育委員会は、 教育委員会会議において定員割れが続いていた対象高等学校を不立学校条例に基づき再編対象とし大阪府立伊豆を高等学校と統合することを決定した。そして2018年から生徒の募集を停止した。2018年4月1日、両校を統合した新高校である大阪府立大正白料高等学校が 伊豆を高等学校校地に開校した。2020年2月29日、第40回卒業式及び閉校式が挙行され、3月31日をもって、大正高等学校は42年の歴史に幕を下ろした。総卒業生数は1万503名。大正高等学校の跡地利用については、2021年時点では未定となっている。ありがとうございます。